自動車用品の草です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、トヨタの名車ボディ磨きです。トヨタの名車、初代プロボックスです。フロントフェンダーの塗装が粉っぽくなっています。ボンネットの塗装もチョーキング現象です。ルーフパネルも色あせてくすんでいます。油汚れ、泥汚れを強力に分解するプリン状石鹸で洗車をします。合成洗剤ではなく、洗濯用粉石鹸です。粉石鹸 100ml に60度程度のお湯 900ml を足してよく混ぜます。一晩寝かすと液体からプリン状に固まります。キッチン照明に使われていたペンダントライトです。油汚れの上にホコリが堆積しています。ベタつきます。頑固な油汚れです。塗るだけで汚れを分解してきれいに落とします。ボディの下側から洗います。叩き洗い洗浄ブラシです。ルーフパネルもチョーキング現象です。次はボディの上から洗います。
ルーフモールを外してみます。ルーフモールの先端部分はクリップで固定されています。ルーフモールのカバーも外してみます。後ろ側のクリップが割れました。新品に交換します。左側もクリップが割れました。新品があります。ルーフモールの断面です。モール先端のクリップはめ込み部分です。プリン状石鹸とたたきブラシで洗います。石鹸洗車で粉っぽさがなくなりました。塗装面がザラついています。コンパウンド入り粘土クリーナーで鉄粉取りをします。ウィンドウォッシャーノズルを外します。ポリッシャー磨きの前にマスキングです。ドアミラーを外します。ラジオアンテナの土台を外します。水垢一発を試してみます。くたびれた塗装は復活できそうです。ダブルアクションポリッシャー DIY の定番 RSE1250 です。150ミリのスポンジバフを使います。極細めと超微粒子、今回はハード 1L 極細めを使うことにしました。調整ダイヤルは6が最大、5に設定しました。水垢クリーナー手磨きよりポリッシャーのコンパウンド磨きの方がツヤがよく出ます。次は研磨力の強いシングルアクションポリッシャーを試してみます。900ワット両備の古いポリッシャーです。外径190ミリと150ミリのスポンジバフです。150ミリの小さいスポンジバフを使うことにしました。150は磨く幅は狭くなりますが、190と比べると圧力がかかりやすく、磨く力が強くなります。調整ダイヤルは最大回転数に設定しています。コンパウンドはハード 1L、そのまま使います。シングルアクションで磨くと、くたびれた塗装が新車のようにピカピカになりました。
シングルアクションとスポンジバフ、ごく細めのコンパウンドでボディ全体を磨きます。ポリッシャーをボディに押し付けて磨いています。ボンネットの表面磨き終わりました。次はルーフパネルです。スポンジバフを取り替えます。フロントフェンダーを磨きやすいようにバンパーカバーを外します。プリン状石鹸で洗います。フロントフェンダー表面磨きです。フロントドア、アウターハンドルを外します。ドアのくすみも復活します。リアドアのアウターハンドルも外しました。
たびれたトヨタの名車、鏡面磨き終わりました。外したパーツを元に戻して完成です。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。